ゆうぞろくです。今日は、簡易エコ窓の LL サイズですね。それを設置する動画ですね。前回は設置までいけなかったんで、今回設置までいこうかなと。あれ、行ったっけな。 一応、吹き込む前に、動画だけ読み込まして、適当にあれだ。一応動画の確認もせず、一応これ吹き込みながら動画を見るみたいな感じのスタンスなんで、しかも10倍速で、っていう感じなんで、ドンマイっすね。これいうスパンでいかないと、今リアルタイムではかなり進んでます。でもただし、そのリアルタイムに対して、その動画の編集と、アップっていうものがものすごい間に合ってないっすね。今大体もうそろそろオープンしなくちゃいけないはずなんですけど、ここに来てですね、香川の海苔漁師中に痛めた肩と、梨状筋症候群が再発しかかってまして、ちょっとフィジカルコンディションがですね、あまり芳しくないんで、4時間以上の稼働ができません。なので、頑張ってやってます。そんな感じですね。で、これ、簡易エコ窓の枠っすね。正直な話、枠というか、エコ窓キットの中からポリカーだっけな、中空っていうのかな、わかんないけど、ポリカー、中からポリカかな？中からって言うけども、それなんて読むかわかんないんで、ちょっと違ってるんだったらちょっと違ってるよ、それっていうのをちょっとください。その中からポリカ LL サイズっていうのは、1820ミリ、182センチの、ポリカが2枚入ってます。で、基本的には一点物なんですよね。91×1800、910×1820 だったかな。なので、正直多分前回の動画でも言った気がしますけど、この中からポリカはデフォルトの大きさでやった方がいいです。なんでかっていうと、最初になんだろう、ブラック&デッカーの丸ノコで切ってましたけど、これ切んない方がいいっすね。やっぱりその切ると、できあの切り口がバリになるんですよ。で、そのバリが邪魔して、枠が入んないですね。実際10倍速なのと、動画をはしょって読み込ませてるから、編集ソフトに読み込ませてるんで、この時間になってますけど、実は切り口が開いてくるんですよ、このポリカー窓って。だから極力デフォルトのサイズでやった方がいいです。枠入んないんで、切り口のところは。だいたい1時間半から、2時間ぐらい枠はめるのにかかりましたからね。うわ、入んねえ、入んねえ、入んねえよっつって。なので、これはそうですね。デフォルトですね。1820なら1820のデフォルトのサイズで、内窓は設置した方がいいです、絶対。外窓とか、網戸だったら、絶対、サッシ枠の兼ね合いがあるんですよね。で、サッシ枠ってアルミじゃないですか。だから絶対無理なんですよ。でも、内窓であれば、大きかったら大きい分は、その枠を切ればいいだけなんですよ、端々を。だから、そっちの方が俺絶対ね、はめ込みやすいっすよ、マジで。なので、これかなり手こずったんですよね。もう切ってはめるだけだから、多分1時間ぐらいでもう全部終わるだろうと思ったんですよ。そしたら終わんない、終わんない。内窓のレールをつけるっていう作業が、これまたしんどかったし、レールを打ち付けるための枠をまたつけるっていう作業も、これまたしんどかったですね。本来はこういう平材よりかは、ビス止めできるたるきですかね。4センチ角かだったかな。あれの方が楽なんですよ。
でも、まあ、またデモだってどうせの 3D を使っちゃいますけど、まあまあダメでしたね。金がない。まあ、今年こそはもう途中で出稼ぎ行きたくないんですよ。もうそれって意味がないんで、で3年目だから7月30を超えて7月31日に入っちゃえば、この物件買って3年目なんですよ。だからまあやりたいことを、中身はあろうがなかろうがどうでもいいんで、とりあえずはその外枠でいいから形にだけしていこうっていう感じですね。まあ、多分秋田だったら誰も来ねえとは思うんですけど、まあ別にいいかなって感じです。あーでも今日疲れたからちょっと一杯飲ませてください。あーこれ音声に入れれないのって話だけどね。いやでもこれきつかったっすよマジで。まあ、口を開けばきついとかしか言ってないんですけど、これ中からポリカをやる上でこれやっちゃいけないことを今やったんですけど、枠をはめるときは絶対に枠を滑らせて入れないことですね。なんでかって言ったら、一番枠を中からポリカの角っちょにスポッて入れて、でそれを滑らせるように枠に入れていくと実はスポッて入るんですよ。でもスポッなんかちょっとあのトンカチで叩いてましたけど、そして滑らせて入れると、滑らせた方向に中からポリカのあの縦に入ってる筋あるじゃないですか、あれ自体が流れるんですよ。だから歪むんです、戸自体が。中からポリカの繊維が歪むから。だからそれちょっとやめた方がいいですね。でだからこのポリカはすごいことになってますね。はい、で今回こんな感じですね。で近々ちょっとまた2か所目の漏水調査をやるん でその漏水調査をちょっとイベントでやってみようかななんて思ってます。なんでまあ来れる人は来てみてください。ではでは。